松山は奈良県宇田市大宇田地域にある広域地名である。旧宇田郡松山町。宇田松山とも呼ばれる。江戸時代、宇田松山藩の陣屋町として栄え、現在もその風情を残しており、一部が国の重要伝統的建造物群保存地区として選定されている。同保存地区についても本校で説明する。宇田市大宇田歴史文化館、薬の館。 宇田松山城の西側の地区は古代は、秋野と呼ばれた宮廷の狩猟場であった。現在の外区は、戦国時代に、国人領主秋山氏により築かれた秋山城の城下町を起源とし、その後、豊臣秀長配下の大名により現在の町並みの原型が形成され、地名が、秋町から松山町に改められたとされる。関ヶ原の戦い以降は、 織田信夫以後四代の支配を経て1694年からは、江戸幕府の天領となり、商業地として栄え、明治時代になっても宇田郡に役所や裁判所が置かれるなど、地域の中心として発展し、昭和40年代までにぎわったという歴史を持つ。当時、近世初頭の敷地割と江戸時代から、明治時代の昭華が数多く残る、中心街は、 宇田市の都市計画によって定められた伝統的建造物群保存地区であり、宇田松山伝統的建造物群保存地区の名称で国の重要伝統的建造物群保存地区として選定されている。ありがとうございます。